たまき、今仕事中。あ、どうした？なんか問題発生したか？赤ちゃんできた。え？ちょっと具合が悪くて、念のために会員のやつで検査したら、妊娠してるってなった。マジか、すげえ嬉しい。仕事早く抜けられるか上司に相談してみるわ。大丈夫だよ。私に異常があるわけじゃないし、それにしっかり稼いでもらわないと、この子のためにも。そっか、そうだな。うん、今はママが横にいるから。助かる、俺絶対頑張るよ。ありがとな、アイリー。うん。翌日、アイリー妊娠したみたいだな、おめでとう。ああ、大地、ありがとな。って、なんで知ってんだ？アイリーがグループラインで報告してた。ああ、そういうことか。いや、でも羨ましいわ。何が？正直俺さ、大学の時アイリーのこと好きだったんだよな。だからトモキが羨ましいわ。え、そうだったのか？そうだよ。でも仕方ないよな。トモキは一流企業に就職したんだから。やっぱアイリーは先見の目あるわ。俺みたいにフラフラしてる奴には、あのアイリーは落とせないよな。それ聞いてどう反応したらいいんだよ。すまんすまん。変な身の上話しちまったわ。マジで大切にしろよ。わかってるよ。あと、なんか相談なら俺が話聞いてやるからな。え？何の相談だよ。いろいろだよ。妊娠とかしたらさ、女ってヒステリックになるだろ。なんか聞いたことあるわ。だろ？俺は女の扱いとかには慣れてるから、そういう時の対処法はわきまえてる。なんかあったら頼ってくれ。おう、まあ何もないのがいいけどな。確かに。8ヶ月後、アイリー、お疲れ様。ありがとう。元気な元気な女の子だった。うん、泣いちゃったわ。なんか生命の誕生ってすごいよな。うん、いっぱい支えてくれて本当にありがとう。これからは家族3人で幸せな家庭築いていこうね。もちろんだよ。翌日、出産おめでとう。無事生まれてよかったな。うん、ありがとう。なんだ、まだあんまり実感ない感じ？いやー、そうじゃなくてさ、ちょっと早めだったんだよ。早めって何が？出産の日にちだよ。ネットで調べた情報だったら、妊娠って約280日で子供生まれるんだろ。週に直すと6週くらい早いんだよ。待て待て、確かに妊娠から出産はそれくらいだけど、その子がいつできた子かなんてはっきりしたことわからないだろう。いや、俺とアイリーがしたのはその1回きりなんだよ。お？もちろん結婚してからは何回かあったんだけど、しばらくはレッスンになってたんだ。俺はずっと歩み寄ってたんだけど、アイリーがやりたがらなくて。でもある日いきなり誘惑してきて、俺は嬉しくてその日1日だけやったんだ。そしたら見事的中して、それで子供を授かったんだけど、どう考えても6週ずれてるんだ。今生まれてきた子は俺との子供じゃないかもしれない。そう考えただけで頭がクラクラするんだ。一旦落ち着けよ。それだと何か、アイリーは不倫してて、子供はその不倫相手との子供ってことか。その可能性が出てきた。昨日姉貴に相談したら、その可能性は十分あるって。アイリーには言ったのか？まだ。俺は黙ってた方がいいと思う。え？6週くらいずれることあるよ。俺の知り合いでもそういうのあったし。そうなのか？うん、何より疑い出したらキリがない。アイリーは今出産したばかりで、親になった責任感もあるはずだ。その責任感の中には不安もある。そんなアイリーに対して、それは本当に俺の子供か？なんて、トモキは本気で言えるのか？いや、言えない。だろう。たとえ疑惑があろうと、嫁を信じてやるべきだと思うわ。ありがとう。アイリーと子供と3人で仲良く暮らせよ。お前ならやれる。ああ。数日後。トモキ、明日そっちに戻るね。ママもパパも超喜んでた。名前は空にしようと思う。アイリー、その子は本当に俺の子供か？え？出産が6週もずれることってあるか？姉貴は聞いたことないって言ってる。俺と恋したのも1回だけだし、それまでは本当にレスだった。不倫してたんだろ？そいつとの否認に失敗したから、俺と1回やって既成事実作ったんだろ？本当のことを教えてくれよ。不倫なんかしてない。この子は友樹と私の子供だよ。じゃあ DNA 検査しよう。は？俺とその子供に血縁関係があればもちろん認知するし、今後も育てる。絶対嫌。なんで？信用してほしい。できないから検査しようって話をしてるんだよ。嫌だ。子供になんて説明するつもり？0歳児に説明することなんてない。
将来大きくなった時に昔パパが不倫を疑って DNA 検査したなんて言える？大きくなってから実はパパの子供じゃないって方がよっぽど問題だと思うぞ。だったら検査する必要ないじゃない。不倫がバレるから検査したくないっていう風にしか聞こえないよ。お金もかかるじゃん。それなら俺が出す。トモキのお金も家族のお金じゃん。俺の独身時代からの貯蓄から出す。問題ないだろ。それも私たちのお金じゃん。検査はする。1時間後。おい、トモキ、 DNA 検査するってどういうことだよ。またグループ LINE で聞いたのか。そうだよ、トモキ、俺と約束したよな、アイリーを悲しませないって。なんでそんなことするんだよ。不倫を疑われてるからだろ。してなければ何の問題もないだろ。お前、サイコなのか。精神的に傷つくだろうが。大地って、アイリーの肩持つよな。もしかして、まだ好きなのか。友達なんだから当たり前だろ。今ここで約束しろ。DNA 検査なんかしないと。おい、聞いてんのか。一週間後。DNA 鑑定、結果出たよ。俺の子供の確率は 0.01% だった。改めて聞くけど、誰との子供なんだ。検査が全てじゃない。検査が全てだろ。動かぬ証拠が出てるんだよ。悪いけど、離婚させてもらうよ。待ってよ、子供が生まれたんだよ。今さら離婚なんて絶対無理。企んしてくる嫁となんか夫婦生活続けられるわけないだろ。不倫なんかしてないもん。その言い訳、いつまでできるかな。慰謝料請求もするつもりだから覚悟しておけよ。お前も不倫相手も。10分後。おい、お前、どれだけアイリーを悲しませんだよ。ありもしない不倫を疑って離婚迫って、挙句に慰謝料請求。本当に俺と同じ人間か。血が通ってるとは思えねえわ。大地が怒る理由も焦る気持ちもわかるよ。離婚の慰謝料請求なんか150から200万が相場だからな。フリーターからしたらそんな額すぐに用意できないもんな。フリーターとか言うなよ。アイリーは立派な専業主婦だろうが。そうやってモラハラしてるところも本当にサイコパスだな。アイリーは離婚して正解だったかもな。このフリーターはお前を指してるぞ、大地。は？慰謝料はアイリーにも請求するけど、不倫相手であるお前にも請求するぞ。何言ってるんだよ。実は DNA 検査をする前にアイリーの不倫調査もしてもらったんだ。 DNA 鑑定の提案した時に反応を見て当然してると思ってたけど、まさかその相手が大地だったとはな。証拠写真もバッチリあるし、今は弁護士通してるから、また後日そっちに連絡行くと思うわ。嘘だろ、弁護士とかやめてくれよ。妊娠させた相手もどうせお前だろ。 DNA 検査してもらう予定だから、その覚悟をしっかりしておけよ。俺のことサイコパスだって、どの口が言ってんだよ。他人の嫁を妊娠させといてずっと連絡取ってたのか。お前の方がよっぽどサイコだよ。数日後。ごめんなさい、本当にごめんなさい。大地に言い寄られて、それでつい体を許しちゃいました。でも愛してるのは友樹なの。確かにこの子は大地との子供、でも血のつながりだけが親子じゃない。もう絶対に不倫もしないし、この子の親としてしっかり生きます。なので離婚はやめてください、お願いします。無理です。不倫は不倫でも企ん不倫だからな。これに気づかなかったら俺はずっと騙されてたことになる。こんな悪質な不倫働いてるのにごめんなさいの一言で許すわけないよ。一生かけて償います。一生かけて大地とその子を育てろ。じゃあせめて慰謝料請求はやめてください。子育てにはお金がかかるの。大地もお金ないし、私も仕事してない。毎月の養育費で10万円くれるなら離婚してあげてもいいです。勝手に請求サイドに来んなよ。アイリーはあくまで支払う側だ。タモキはお金持ちでしょ。子供もいないんだし、お金なんて必要ないじゃない。他に償いの方法がないからお金を支払うんだぞ。文句があるなら俺じゃなくて法律とか裁判所に行ってくれるか。最悪。半年後。もうダメ、お願いします、絶対に返します。なので慰謝料200万返して。個人的な連絡はするな。そういう契約だったの忘れたか。大地に逃げられた。今どこにいるかわからない。再婚したのにまともに働いてくれないんだよ。もうね、本当に辛いの。玉木との件で実家からは感動されて、もう救ってくれないの。このままじゃ空が取られちゃう。私の希望の全てが失われる。お願いします、私とやり直してください。それが無理なら私と空の養育費を毎月20万円送金してほしいです。
もう頼る人がいません。お願いします。哀れに思うけど自業自得だ。大地には養う責任があるから、そいつの実家に嫁しろよ。大地の実家は貧乏なの。嫁です。お願いします。送金してください。悪いけど俺彼女いるんだよ。はあ？今その子と楽しく過ごしてる。だから邪魔しないでくれ。許さない。なんでお前は幸せに暮らしてんだよ。お前が使ってるその金は本来私が使う金だったの。知らねえよそんな計画。俺に嫁してくるのはいいけど、その度に罰金10万かかるよ。は？離婚の時にそう約束しただろ。契約書もちゃんとあるから、来たらその瞬間に弁護士呼ぶから。やめてよそんなこと。産んだんならしっかりと育てろよ。金がないなら働け。今時シングルマザーなんか山ほどいるぞ。楽するな。後日談。こんばんは、ともきです。この後愛理からの嫁はありませんでした。弁護士の提案で接近するたびに罰金という制度がここに来て役に立ちました。また愛理は働き始めたそうです。その間子供は実家で見てもらってるそうです。本人は感動されたと言ってましたが、働き始めたことで考えも変わったのでしょう。そして大地ですが、無事発見されました。逃げようとしていたのですが、あっさり見つかってしまいましたね。慰謝料請求の話し合いの時に直接聞きましたが、ずっと俺への劣等感があったそうです。愛理が好きというよりかは、俺の嫁を寝取ったということに快感を覚えていたようです。なんとも趣味が悪いですね。今は二人とは全く関わっていませんので、どうなったかは知りません。俺は再婚に向けて同棲を始めました。この人は、信頼できる人なはず。裏切られないように自分磨き、頑張ります。